こんにちは、アナミさん、お疲れ様でございます。今回の舞姫大学のテーマはですね、若者の車離れといいますか、若者に限らずなんですけども、車離れについてお話していこうかと思います。まあ若者は若者で自分の理由で車を、まあ、持たないっていうね、まあそういった暮らしを送ってると思いますし、じゃあ高齢者はっていうと、高齢者は高齢者で免許返納みたいな感じで自ら車を降りてるわけなんですよ。まあ、つまりは車離れって、その人の状況に合わせて、その人の理屈で車を手放す、もしくは持たないって選択をしてるはずなのに、それをねまとめて若者が車を離れてるぞ問題だみたいな論調にしたりとかね、老人はもっとね車を乗らないべきだ危ないぞみたいなね、まあ、そういったのに巻き込まれて10波人からげになっちゃってるところは、まあ、情報を受け取る方としては気をつけて見ていかないとなと思います。でもシンプルに車って結構厄介なんですよね。で、若者の車離れ以外にも、車を持っていない理由っていうののナンバーワンダントツが維持費が高いってことなんですよね。まあ車ってのは税金の塊ですから、とにかく買う時も売る時も使ってる最中も使わない時も金がかかりっぱなしなわけなんですよ。まあその車のコストがこの日本経済を支えているという言い方もできますし、そういうふうに車の便利さっていうのに支えられて車を乗ってない人も便利な物流が受けられますからね。まあ、ですので、車なんて効率が悪いだけだよって言っても、じゃあその車社会、物流によって私たちの暮らしが支えられてきて、車を乗らなくてもいいような人の生活が、まあ、かなりね恩恵を受けてるってところもあるんですよね。何でもかんでも自分でやらなくちゃいけないってことになると、確かに地方だろうと都心部だろうと、まあ、車っていうのはね自分の所有した方が有利になることは有利になるなと思うんですよ。まあ、その中でね、なんでね車を持ちたい人がいるかっていうと、これ単純にね移動という意味ではない場合が多いんですよね。まあ、そもそも若者 の車離れっていう言い方もちょっとおかしくって、若者が移動しなくなったってことなんじゃないかなと思うんですよ。以前はねレジャーっていうと、まあ、自分の家の外に出かけていくことは大前提になってきましたけども、今はね別に自分の部屋の中にいても、まあ、インターネットやスマホでレジャーっていうのを十分楽しめるわけなんですよ。でだんだん運動機能が低下していって、なんか丈夫で健康な若者が減ってきたっていうことなんですけどもね、多分これね20年30年したら、まあそういった若い人がね40代50代になった時に圧倒的に体力が落ちて、ものすごくね疾患、精神的にも肉体的にもこちらの方は絶望的に増えると思いますね。だから、体力、気力充実してる10代や20代の頃に基礎体力を使わなかった、まあ、そのダメージっていうのが来るんではなかろうかと思いますけども、案外ね車に乗る人って体作れてるんですよね。まあ車の運転っていうのは結構体力いりますからね、特に長距離運転していると。で車っていうのが移動の手段ではなくて何なのかっていうと、私的にはねなんかスーツを着たりね、いい靴を履いたりとかね、そんなレベルなんですよね。だからファッションの一部とかスタイルなんですよね。まあ趣味と言ってもいいですよ。だから維持費が高いっていうのはちょっとね的を得ていなくて、それは仕方がなく車を乗る人にとっては維持費っていう問題が出てくると思いますけども、維持費というよりもどこにその車にどんだけ余計なお金をかけれるかっていう楽しみなんですよね、きっと。だって趣味って時間もお金も労力も頭脳も傾けていくものが趣味じゃないですか。でそれをやってる間、確かにいろんなものはなくなるけれども、充実した時間とかね思い出ってのがそこで得れると思うんですよ。じゃあ車の維持費ってことになると、なんかね意見は分かれると思いますけども、なんか大好きな人とかね恋愛をしてる時に維持費のことを考えますか、とか経費のことをどんだけ考えますかって言ったら、投入すればするほど、まあなんかね自己肯定感が高まったりとか相手にも喜ばれたりとかね、かけるお金のレベルが高ければ高いほどいいってもんでもないと思いますけども、基本的には何かね思いを実現させようと思ったらお金がかかるっていうところは切り離せないと思うんですよ。じゃあ車を移動手段っていうふうに思うんではなくって、自分のスタイルや趣味やファッションとした時にかけるお金って惜しいかなと思ったら、確かに安いことに越したことはないんですけども、でも自分が車を乗る意味で、いやこの車ね300万したんだよとかね、維持費が大変だよっていうのは一つのなんか喜びだったりするわけなんですよ。なぜならその維持費や購入費用に誰もがついてこれないから、自分だけの特別な立ち位置っていうのがそこに描けるからなんですよね。でまた車をたくさん運転するといろんな思い出や、それから景色とか
それからもしかしたら今で言ったら特別な写真とかが撮れるかもしれないですよね。まあ、そういった誰にでもできない道を車によって与えられているっていうこととか、自分の流れに乗った車への愛着とかっていうのがね、まあ、一種人格を帯びてくるわけなんですよね。まあ、そうなってくると維持費が高いっていう問題っていうのはだんだんこう消えていくと思うんですよ。まあでもね、消えない人はそれこそ手放すってことにもなりますし、デメリットを言えばキリがないんですよね。だから公共交通機関が行き届いていればそもそも移動には困らないってことになりますけども、そもそも車を持ってる人って移動の手段じゃないですからね。ついでに移動もできるってだけですから。でドライブっていう趣味があるのもその一つですよね。で車内のいろんな備品をね、バージョンアップしてみたりとか、インテリアに限らずエクステリアの方、外装の方もちょっとまとめてみたりとか、スポイラーをつけてみたりとか、維持費が高いっていう以上に余計な金かけてるわけですよ。なんかホイールを入れ替えてみたりとかね。そう考えていくと、まあ、変わらないのかなと思います。1970年代80年代、さまざまな車スポーツカーが出てきて、今みたいに効率のいいね RV とかそのミニバンとかっていうのはほとんど当時はなかったんですけども、どっちかっていうとミニバンというかバンっていうのはね、なんか商業用のいわゆるデートに向かないダサい車だったんですけども、今はミニバンっていうのはとってもね、かっこよくって頼もしくって、で、効率もいいみたいになってきますよね。まあ、けどね、車ね、今でもやっぱりセダンとかクーペが私はいいですね。この価値観はなかなか変わんないですね。でやっぱこうどっちかっていうと箱型のミニバンっていうのはその、まあ、家族の移動車ですよ。まさに移動が主になってるわけですよ。でも楽しみで乗る分にはフロントガラスのね、本当にこうちっちゃい視界の悪い後方視界なんてほとんどないようなね、クーペやこう車高のゴーンと落としたね、セダンとかが私はやっぱりいいなと思いますね。まあいろいろと申し上げましたけども、その車離れについてなんかねコメントがありましたら、ナミさんの方からも動画を作っていただければ幸いでございます。で、新潟の方ではね、雪の結構こう害も大きいとは思いますけども、私の住んでる地区ではねほとんど雪降らないですね。雪が降っても積もることはまあないです。アスファルトの地面に舞った途端に溶けていきますんで、で年に1日か、まあ、2日ぐらいですか、早朝に雪化粧っていうのはありますけども、うっすらとね、年に1回ぐらいです。でもそれもだいたい午後にもならずに午前の9時とか10時ぐらいにもうなくなっちゃってますね。もうだからね、正午になると、今朝雪降ったんですかみたいな感じです。まあ、そういったところもあって、特にね、スタッドレスタイヤすら私の地区では売れませんね。もう売ってるところとかね、じゃあタイヤを季節ごとに入れ替えましょうかっていうのはないですね。なんですか、タイヤのローテーションだってほとんどしないですよ。それこそね、あれタイヤちびできたなと思ったら4本いっぺんに変えて終わりですよ。だからタイヤを長持ちさせるみたいなのあまり習慣としてありませんし、相当車のことをねセンシティブに使ってる方とか経費を抑えたい方っていうのはそういうことするんでしょうけども、当然私は全くないですね。タイヤちびできたなと思ったら4本同時に変えて終わりですよ。もう、まあ結構高いですけどね、あのクラスでタイヤを変えると。まあけどね、金がかかる手間がかかるほど、まあ可愛いのはまあなんていうんですかね、人間関係も似たようなところがあるかなと思います。ある人にとってみたら人間関係ってのは煩わしいのかもしれませんけども、でも自分で選び抜いた本当に少数の人間関係に関しましては、手間をかければかけるほどなんかね、それが喜びになってくるというね、奇妙な感じなところもあります。まあ私のトランザム君もね、手間がかかればかかるほど愛おしいですよ。そんな感じで今日の動画は終わりになりますけども、この車社会から車が離れていること、それから電気自動車とかね、排ガス規制とか走行距離課税とか、さまざま車ってのは問題を持ってきてくれますけども、ナミさん、そして皆さんはいかがお感じでしょうか。それではまた。